半海電気機動上町線。上町線は、大阪府大阪市安倍野区の天王寺駅前、停留場から同市住吉区の住吉停留場までを結ぶ、半海電気機道の路線である。2016年1月31日改正のダイヤでは、昼間時は、天王寺駅前、半海線浜寺駅前間の系統と、天王寺駅前、半海線安倍古道間の系統を交互に、 それぞれ12分間隔で運転している。いずれも、住吉から半海線に入れ。天王寺駅前住吉間では両系統を合わせて6分間隔。住吉阿鼻子道間では、半海線、恵比寿町阿鼻子道の系統と合わせて3分、または6分間隔。2014年3月1日のダイヤ改正までは、天王寺駅前住吉公園間の系統と、天王寺駅前、 半海線浜寺駅前間の系統が交互にそれぞれ昼間は12分間隔、天王寺駅前住吉間では両系統を合わせて6分間隔運行されていた。天王寺駅前住吉公園間の系統はこの改正で朝7.8時台のみの運転となり、2016年1月31日に廃止された。2009年7月4日のダイヤ改正までは、 天王寺駅前住吉公園間の系統と天王寺駅前半海線阿鼻陀道間の系統が交互にそれぞれ昼間12分間隔天王寺駅前住吉間では両系統を合わせて6分間隔運行されていたまた過去には早朝に執行と上町線への送り込みを兼ねて阿鼻陀道発住吉行きが運転されていたことがあった上町線は 馬車鉄道が始まりである。四天王寺と住吉大社への三景客輸送を目的として、1900年に大阪馬車鉄道が天王寺、後の天王寺祭門前から、東天蚊蚊屋館を開業させた。1902年までに東天華蚊屋から、下、住吉まで延長した後、南海鉄道合併後の1910年には、電化して電車の運転を開始した。 大阪市では、市営問答主義を打ち出し、市内中心部の交通は、公営で行う方針をとっていたが、資金不足で着手できない大阪市電路線の建設資金を提供してもらうことで、市電への乗り入れを認めていた。これにより、南海鉄道は大阪市と軌道共用契約を結び、1911年から大阪市電への直通運転を始めたが、 翌年市電の運賃制度が変更され、契約継続に困難が生じたため、直通運転は廃止されている。なお、大阪市は、軌道共用契約を南海以外の施設とも結んでいたが、実施されたのは南海上町線だけである。1921年には、天王寺西門前から天王寺駅前間が大阪市に譲渡され、大阪市電の路線網に組み込まれた。 その後、近畿日本鉄道、南海電気鉄道を経て1980年に、半海線とともに、半海電気軌道として分離された。2016年1月31日、末端部分の住吉住吉公園間が、当該区間の軌道、ポイントが、老朽化しその改修に、数億円を要するとの理由で廃止された。戦後、高度成長期を迎え、 モータリーゼーションの波が押し寄せ、交通渋滞が激しくなった阿部の筋を走る南海電気鉄道上町線の平洋軌道区間で、ある天王寺駅前引く松虫館を地下化する計画があった。このことは南海電鉄の社内法南海71にも将来計画として書かれているが、結局実現には至っていない。また、1971年、 昭和46年12月8日の都市交通審議会答申13号において、当時、天王寺駅までの路線であった大阪市営地下鉄、谷町線を人口増加が著しい平野方面へ延伸するよう答申された際、当初、南海上町線の天王寺駅前引く松虫間を廃止して、この区間を地下鉄に置き換え、地下鉄谷町線を天王寺から張間町まで、安倍の筋、 大阪府道30号大阪泉線南線を南下させ、張間町から南港通り、大阪府道5号大阪港八尾線を東へ進み、平野方面へ延伸する路線案が提示されたが、手塚山、北畠といった沿線住民から南海上町線の天王寺駅、前引く松虫館を廃止することに、反の声が上がったため、この計画案は白紙撤回となり、答申には盛り込まれず、 当時、南海平野線の日田西平野間と並行する形で、阪神高速道路公団が計画していた、松原線の建設計画と一体化させるで、天王寺から安倍野まで、安倍野筋を南下して、安倍野から阪神高速松原線、南海平野線が走っていた。軌道用地は、南海電気鉄道が10年間の賃貸借契約を、付帯条件に、 阪神高速道路高段に売却の地下を通る現在の路線に変更された。なお、現在、阪海電気軌道となった上町線を走るも601系、旧も121系の車体更新車も701系、新造車車両は地下線走行も可能な構造になっていると言われている。ほか、南海電気鉄道の軌道部門が分社化され、 半海電気軌道が発足する以前から平成20年代後半まで長年空き地状態となっていた松虫停留場の北西にあるアパートが建っている土地は上町線の地下化の際地下に移る松虫停留場の入り口を建設するために確保されている用地とも言われている。また天皇寺駅前の地下通路は地下線化の先行工事として作られた。 廃止、上徳館の停留場は廃止、上徳館を参照。事業者名は廃止時点のもの米津式鉄柱を用いた河川柱が北畑、東天下茶屋館に11組、東天下茶屋の松虫側に1組、神の木住吉館に1組現存している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。